確かに望月さんがいてくれるから食事は大丈夫そうだけど、でもケイ、部屋はもう少し綺麗に使った方がいいよ。え？机にも床にもベッドにも書きかけの楽譜とか書き殴ったメモとか山積みだったし、カップ麺の段ボールもそのまま置いてあるし。あれは一応私なりに使いやすいところに置いてあって。それ片付けられない人がよく言うやつじゃない？あと窓もたまには開けた方がいいと思う。空気清浄機だけじゃ完全な換気にはならないだろうし。そうだね。わかった、気をつけてみるよ。ユキ、心配してくれてありがとう。え？心配？これは心配なの？